大宮南銀座、大宮南銀座は、埼玉県埼玉市大宮区にある繁華街及び、商店街の通称である。南銀通り、何人の略称もよく知られている。大宮駅東口の南側一帯が、南銀座と呼ばれる地帯であり、駅前から南へ伸びる、南銀座通りを中心として、大宮中央通り、旧中線道。 線路に囲まれた大宮区大門町一丁目、中町一丁目、下町一丁目が区域にあたる。南銀座の名前は昭和28年頃、この地の出身であり、この地域の初代両院組合長となった大宮市議会議員、山崎義和が、当時の全国的な商店街の銀座命名ブームにあやかり、地域の繁栄を願って名付けた。 昔ながらの狭い路地に小規模な店舗やテナントビルが多く並び、大型店は中央通り沿いに高島屋がある。駅近くにはカラオケやゲームセンターが並んで若者が多く集まり、駅から離れるほどに飲食店が多くなる。夕刻を過ぎるとチェーン居酒屋の呼び込みで通りが溢れる。いわゆる青年対象の飲食店は東側を通る中仙道との間にあり、 日中から客引きも多い。昭和20年代になり、大宮駅東口エリアでは、大宮駅東口正面の中央通りを挟んで、駅北側に広がる商店街である大宮銀座通りが銀座通りと命名され、それに交うするように南側が南銀座通りして命名された。昭和の高度成長期には、大宮南銀座何人の方が先に、 観楽街として広く、関東で有名になったことで、逆にそれに対応するように、大宮銀座通りとその奥にあった特殊浴場、エア、通称、北新地、平和通りを合わせて、北銀座、北銀の通称で呼ばれていた時期もあった。平成に入り、特殊浴場エリアと、一般商業店舗エリアの大宮銀座通りを、明確に区別するために、特殊浴場エリアのみを、 北銀座と呼び分けるようになっていった。明治の鉄道開通と大宮駅開業により、個人営業の商店街や住宅街が形成された。駅の南は、中町、中町の名の通り、旧中仙道の宿場町としての中心街であった。ことから、駅ができてからは、南側がまず中心街となった。1九百一年、明治十四年に、岡谷の片倉組、 片倉工業、1907年、明治40年に、須坂の山丸組、山丸製紙、岡谷製紙大宮館といった、長野県系の機械製紙工場がこの付近に進出したことから、中仙道との間に、繊維関連の合唱が集まった。貨物の引っ込み線を自分たちの敷地に伸ばし、国鉄で、新州や北関東から絹の材料を仕入れ、大宮で加工し、 貿易地横浜へ出荷する商業体系が確立する。同時に、生死や医療関係の仲買人や卸売業者も中線道沿いに軒を連ねた。現在の南銀座通りは当初、世の横町などとも呼ばれていたが、広い鉄道の敷地越しに富士山がよく見えたこと、そしてこの通りの中心に地元住民が利用し、 社交場でもあった銭湯の三原市があったことからも、この通りを利用する人々から愛着を持って、三原市通りと呼ばれていた。町役場が通りから左に曲がった突き当たりにでき、通りには大宮商業銀行、県内初の木造三階建て旅館が建って、地域は工場関係者や鉄道関係者で賑わった。三原市通りから東へ折れ、天沼や堀の内を経て、 現在の見沼区に至る、片倉新道、現在の中町商店街は、片倉工業が開いたことから名付けられたもので、大宮は、鉄道と静止の街として、活況を呈した。片倉新道には、町医者が並んで医者通りとも呼ばれ、大宮中央通りができるまで、バスも往来する、町のメインストリートだった。しかし、第一次世界大戦後の昭和恐慌による、静止、 線維業への打撃は、大宮の業者も衰退させ、引っ込み線も消えた。一方、同時期の京浜東北線開業により、大宮駅周辺は急速に宅地化され、見晴らし通りも住民向けの商店街となった。南銀座通り中央付近の JR 鉄道敷地脇には、旧国鉄の鉄道敷設により、大宮と旧与野が分断されることとなった際に、 世のより、この地域に移設された石仏3体で一式の金吹地蔵村があり、長い間、この区域の商人、住民たちの商売繁盛と、家内安全の守り地蔵村として建てつられていたが、平成に入り、地元住民の高齢化や転出、また地域密着性の薄い県外資本店舗等の増加により、管理者が激減し、管理不能となったため、当時の町内会、 南銀座関係者の長老たちの決断により、大宮区宮町の総当州の寺院、大宮東光寺へ、永代供養と管理が委託された。現在でも、かなり劣化が進んでいるものの、大宮東光寺敷地内に安置されている、旧南銀座通り、金吹地蔵村を見ることができる。1945年、昭和20年の敗戦以後、東口一帯が、 商業地域として成長するとともに、高度経済成長期以降の中心地としては、西部百貨店を皮切りに、大型店が出店した、駅北側の大宮銀座通りが主体とな、氷川神社山道から旧中山道に移行した。1970年、昭和45年に中央通り沿いの南銀座通り入り口付近にかけての、大宮郵便局跡地に、高島屋が開業する。 駅南側は次第に百貨店街の裏側的な色合いが濃くなり、それまでの住民対象の商店街から駅利用客や大宮競林、百貨店大宮という地名の由来となる武蔵の国一の宮の大宮氷川神社で、などの帰り客なども対象とした飲食店中心の繁華街へと姿を変えていった。特に観楽街としてのイメージの定着は当時、マスコミで、 キャバレー太郎の異名を取った福富太郎によるキャバレー大ハリウッドが東京銀座店に続いて大宮南銀座に開店し、また他のキャバレーも追随し相次いでこの地に開店した。ことで大宮南銀座がキャバレー前世時代を迎えた頃より神奈川の川崎、千葉の船橋等と並んで夜の街としての埼玉の大宮南銀座の名が広く知られるようになった。また、 駅前高立地という一般集客だけではなく、大宮南銀座で働く、飲食店従事者などを対象にした埼玉県下では、まだ珍しかった、割烹料理屋やクラブ、バーなども多数並ぶようになり、また、それを目当てにする一般客も増えていき、戦後の埼玉有数の繁華街として、地元大宮の経済成長を陰から支えた。昭和38年春に、 当時のこの通りの組合長の山崎義和の肝入りで、南銀座のある中町一丁目自治会の中和会の他に、南銀座の商店の親睦と大宮夏祭りの祭事を司ることを目的とした、地下政会という南銀座発の商店主たちによる自治会が創設された。地下政会では、南銀座通りの宣伝と繁栄を願い、 当時地元中町一丁目の夏祭り用の新しいみこしの導入に伴い不要となった旧進用を利用してこの南銀座通りの飲食店に従事する若い女性だけ集めた全国的にも稀で埼玉発の女みこしを開催し当時は夜の歓楽街でのお色気みこしとして話題になった当初この女進用の指導のためだけに東京浅草三社祭のプロの単で数名が 南銀座に招かれその指導に当たった。なお、この大宮南銀座の女信用は現在でも続いている。また昭和40年代までは、当時東京上野駅に順じて、北の玄関と呼ばれた国鉄大宮駅の北へ向かう、旅客者向けのプラットフォーム売りの駅弁を製造販売する大宮駅南口南銀座入り口付近所在の武蔵食品。 武蔵産業有限会社と南銀座中央で県桜子道付ありに所在だった合資会社3リッター県という今は亡き2県の国鉄構内営業中央会会員業者がありその売り子たちが首から下げた籠に多数の弁当箱を積み日に何度も南銀座通りを行き交うといういかにも鉄道の街大宮らしい光景も見られた 現在まで半世紀以上も続く歴史ある飲食店も少なくない反面、昔からの商店街の住民は繁華街に変貌すると共に減り、現在ではこの地域に居住している人は少ない。また、昭和の高度成長期、この一帯は県内有数のパチンコ街、または映画館通りとしての娯楽遊戯の街としても広く知られ、当時の南銀座通りでは火が落ちると、 水角や店の宣伝看板を持ったサンドイッチマン各店舗へ向かう従業者たちが行き交い深夜になるとパチンコの玉を磨く機械の音があちこちで響く中流しのギター弾きたちが路地裏の小料理屋ののれんをくぐり中仙道や駅前では客待ちタクシーの渋滞朝になると残飯目当ての猫やカラスの姿を横目に足早に駅へ向かう通学通勤者の往来午前には 新作映画の風切りに並ぶカップルや、子連れ家族の行列、午後には、各商店、飲食店への慌ただしい業者の食材搬入などと、朝、昼、晩と、全く異なる多面的な通りの光景が見られた。昭和50年代以降、それまで流星を極めた大型店舗の、キャバレーが小規模な、パブや、ミニクラブにとって変わり、またその違法性からも、 当時は大となっていたピンサロ、ピンクサロンも増え始め、さらに平成に入り、平成不況を迎えると、撤退した飲食店の後にエステを称した違法風俗店が多数出店するなど、その違法なサービス内容のみならず、その強引な客引き行為や、ビラ配りなどが問題となった。その後、パブやミニクラブ等は、全国的ブームとなるキャバクラへと変遷し、 通りではそこで働く、キャバ嬢の往来する姿も多く見られるようになり、また、ホストクラブ、安価な居酒屋などが多数進出した。またカラオケやゲームセンターが増加し、若者が朝まで入り浸るなど、青少年育成の観点から不健全なエリアとしての印象も定着してた。平成に入り、バブル崩壊の影響、旧体依然とした古くて汚い、 飲み屋街イメージや一部の路地裏が別称で、小弁横丁と呼ばれる塔の暗いイメージ、また、西口の再開発塔が相まって、南銀座通りもしばし低迷が続き、衰退が懸念されたが、1993年、平成5年にこの南銀座通りの中央付近に、それまでの南銀座の暗い、飲み屋街のダーティなイメージを払拭するような、日本建築学会賞多数入選の、 若手建築家集団、シーラカンスデザインによるモダンなテナントビル、アイスビルが完成したことで、それまでの夜と酒と女で稼ぐという高利益率に比重を置いた、商売から料理や女性でも安心して利用できる健全な雰囲気を売りにした、薄利多売のは洋飲食店が多数登場するよう、なった。これらにより、新たに会社帰りの一般サラリーマンや OL、 学生等の客層の増加、及び同客層帯による、乾燥迎会等のニーズ等のビジネス機会も増え、現在では、コンビニ店、全国チェーンの牛丼店やマスコミでは大のラーメン店、その他有名飲食店なども、南銀座通りに軒を連ねていった。なお、昭和からあった老舗映画館は2000年代に、開業した、大宮サティア国運新都心等のシネマコンプレックスに、 客を奪われる形でいずれも廃業し、県外資本の飲食チェーン店等に入れ替わっていた。区域入り口付近にあった、加減量販店、桜屋が2010年、平成22年に撤退し、店舗はカラオケ店となった。また、平成に入ると、行政や警察による、同エリアに対する風営法及び、防大法に係る取り締まりが強化されていき、 特に平成13年9月1日発生の新宿歌舞伎町ビル火災を受けて、翌年消防法が改正されたとにより、歌舞伎町同様の重要防火エリアの繁華街として、消防による南銀座通り一帯店舗への立ち入り検査及び不適合店舗の検挙、改善命令等が集中的に行われた。その結果として、違法風俗店舗等は減少傾向にあり、 商店街の健全化は継続して図られ、当時社会問題化されていた、当該エリアでの一部店舗による強引な客引きやごく一部店舗の不法な、ぼったり等不法請求の問題は、昨今の風営法、消防法の継続的な改正や、賃貸借契約書への暴力団排除条項や、反社会的勢力の排除条項の設置義務の常識化、 賃貸人及び知見者への連帯責任追求の強化等により、現在ではほとんど見られなくなっている。商店会は、さらなるイメージ払拭と活性化のために、他の商店連合会と共同して、南銀座には16台の防犯カメラを割り振り、導入し、治安回復を図り一定の効果を上げている。また、毎年12月には、JR お宮駅西口。 駅内コンコース東口南銀座通り一帯に、至るコースを、埼玉県知事と埼玉市長及び、同校議員団並びに、地元関係者と大宮警察署長、同所活生活安全課職員等の視察歩行、特別警戒取締り特例巡視が、恒例行事となっている。なお、毎年夏には別途、大宮区主催で、実地会と連動した。 大宮駅周辺繁華街環境浄化パトロールも今日慣れている。現在では学生、OL 等を対象とした飲食店も増え、また大手カラオケ店舗の集中出店やディスカウントショップのドンキホーテなどが南銀座通りに出店したことから制服姿の女子高生たちなどの若年層の姿も多く見受けられるようになり、合わせて 当該若年層をターゲットとした大手全国チェーンの飲食店等が出店競争を続けるなど、一定の高いテナント需要エリアであるとともに、他方、他の地方都市と変わらない大手チェーン店ばかりの台頭が、これまでの南銀座特有の雰囲気を没却させつつ、あるとの声も聞かれる。しかし、一歩路地裏や足を入れば、昭和期と変わらぬ古い建物、歴史ある。 飲み屋がひしめき合い、相変わらず、客引きも多く、また中国、ロシア、韓国、フィリピン等の外国人従業員のいる、小規模スナック等の飲食店の数も依然多く、いまだ昭和から脈々と続く南銀座ならではの、独特な雰囲気は健在である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。